パスが通った。いくか。面白いドライですかね。二人仲良くドライって感じでね。まさかベストコーナーになるので、あの、すごくお走りの点数をして、レッド、セスタ、ドミノトライです。レッド、5点を追加いたしました。10対0になります。成功いたしまして、レッド2点を追加。先ほど第1列の選手もすごく速い選手いますよね。そうですね。トラック同士のスタートも背番号2、3番田村太一背番号3、4番辻龍也背番号4、5番相澤亮介背番号5、6番前田丈二郎背番号6、7番米田優背番号7、リザーブコン・ヨンス。以上がドリーのメンバーです。対しますバックスタンドに向かいまして、左側イエロー、1番森坂東生背番号1、2番谷本良樹背番号2、3番川辺浩太背番号3、4番山田敏之背番号8、5番八木元井背番号4、6番渡辺義晴背番号7、7番奈良信也背番号9、リザーブ佐藤翔。以上がイエローのメンバーです。プロップセブンズイエロー対グリーンの試合、今キックオフの笛が鳴らされました。これは5メートル届きませんでしたね。そうですね、
失礼しました。7分1本勝負なんですね。先ほどハーフタイムとしていたしました。7分1本勝負です。さあ、どちらにボールが出るか。グリーンにボールが出ました。間を突く、どうだ、走り切れるかどうか。スタンドが沸いています。走り切りました。トライです。グリーン、米田優のトライです。グリーン、5点を先取いたしました。よく走り切れましたね。5対0になります。よく間を突きましたね。ゴール成功いたしまして、グリーン2点を通過、7対0になります。トライの後のゴールも成功、7対0。グリーンが先制点を挙げました。プロップセブンズ、ロクさん、プロップセブンズ、この試合どういうところを注目していますか？今のトライ寸前でしたね。さあ、イエロー逆襲になるか。今もみ合っています。イエローにボールが出ました。狭いサイド、タッチライン際、うまくパスが取れました。あ、これタッチですね。タッチです。普段は見れないですよね。フォワード第一列の選手がタッチライン上でボールを持って走るっていうのがね、あまりありませんもんね。そうですね。ラインアウトになりますね。グリーンボールのラインアウトです。あっと、これは相手に渡してしまった。イエローチャンスになるか。グリーン D ライン、 10m ライン付近です。狭いサイドでボールを出しました。スピンを使った。くるっと回りましたね。うまいスピンでしたね。またボールが出てきた。パスも通っている。このキックです。転がしていった。拾えるか。拾った。そのまま行くのか。行った。万歳をしてございました。同点ですか。まあ、今この時点で同点ですよね。イエロー、谷本良樹のトライです。イエロー5点を返しました。5対7になります。最後トライの瞬間、万歳のポーズも見えましたね。皆さん、伸び伸びとされています。トライの後のキックですが、これはどうでしょうか。わずかに外れました。現在7対5、グリーンのリードは2点です。接戦になってますね。そうですね。これ接戦を制したものに、表彰式もございますので、表彰式をちょっと楽しみにしてもらいたいんですけど、毎年ですね、表彰式になると、ネジの形の参考品出すというか、提供のネジの形のコーナーという形に受賞されますので、そちらも楽しみに。ネジの形の部分ですか。めちゃくちゃ大きなネジの形クリーンが抜けていく、抜けていく、走り切れるか、どうだ、選手追いかけていきますか、タッチが、どうだ、トライを確信していますか。グリーンが一流のトライです。グリーン5点を通過いたしました。12対5になります。トライですね。ね、ウィングの選手というのはトライですね、最後ね。空飛ぶプロップ、いい表現ですね。プロップです。これもナイストライが見れました。
グリーンがリードを取っています。12対5、時計は5分を回ったところです。これから勝負どころですね。そうですね、まだ取り返せるのでまずボールを出すし、全然回ってない。さあイエロー、ここからどういったアタックを見せるでしょうか。無効線でボールを出しました。ここから内側切れ込んで今ポイントを作りました。手前でラインができています。ボールを出しました。これはダミーからまだ持っています。パスをした。さあここからどうやって相手に入っていくか。長い笛、これ反則になってしまいました。さあこれすぐに行くんでしょうか。クイックスタート。このクイックスタートもね、このセブンズの魅力ですよね。そうですね、そのさらに高校選手がやるというところがクイックスタート。あ、これはペナルティですね。さあさあこれもすぐに行きます。手前選手手を上げていますが、ステップを蹴って見事なステップバック、中央に飛び込んでトライです。グリーン相澤しかしバックスタンドプレーでしたよね。グリーン5点を追加いたしました。17対5になります。笑顔ですか。ゴールも成功しました。グリーン2点を通過。19対5になります。19対5になっています。さあ残り時間少なくなってきましたが、ここからねラストワンプレーでもいいプレー見せてほしいですよね。そうですね、家をもう一本見たいですね。あ、これ試合終了ですかね。19対5、チームグリーンが勝利をしました。フロックセブンズ3本目、グリーン対レッドの試合に先立ちまして両チームのメンバーをご紹介いたします。まずバックスタンドに向かいまして、右側レッド、1番小西雄二背番号3、2番節拓海背番号13、3番山本幸三郎背番号12、4番長谷川恭平背番号9、5番キム・テフィ背番号1、6番桑原正人背番号11、7番新井真央背番号8、リザーブペナルティー周期。以上がレッドのメンバーです。対しますバックスタンドに向かいまして、左側グリーン、1番葛原一光平背番号1、2番長嶋久志背番号2、3番田村太一背番号3、4番辻龍也背番号4、5番相澤亮介背番号5、6番前田丈二郎背番号6、7番米田優フロップセブンズ、これが最後の試合になります。リザーブチームレッド対チームグリーンの試合です。グリーンの間もなく試合が始まります。レッドのキックオフです。でもこれね、グリーンの選手ね、ちょっと今疲れてるかもしれませんね。どうですかね。そうですね、試合したばっかりなんで、もしかしたらレッドの方が有利に働くかもしれないですね。そのあたり頑張ってほしいところですが、今デメーターラインピンです。グリーンピン内、グリーンはボールを出しました。近いところボールをもらった。今もうまいプレーですね。しかし上からっています。ここ最大
会館のセブンズって言いますけど、まさにお祭り騒ぎですよね。皆さんコスプレとか出てきてくれましたね。日本でもね、どんどんこれから盛り上がっていってほしいですよね。これはスクラムが組まれました。そして出てきました、レッドボールです。うまいキックですね。さあ、チェイサーが迫ります。抑えるかどうか、胸に入るか、抑えた、抑えたでしょう。トライです。いいですね、本当にスクラムもそうなんですけど、今もキックからのトライですね。レッド、節巧みのトライです。レッド、5点を選手いたしました。5対0になります。レッドが先制をしました。5対0です。さあ、グリーンの選手、ここから逆襲アタックに期待です。セブンズはトライを取ったチームがキックオフを行います。これもセブンズの特徴の一つですよね。どん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 アタックを見たいところです。このキックオフ、ボールを取ったグリーン、あっ、それ足を取られたところ、グリーンにボールが何度か出てきそうです。今ボールを出しました。今絡まれていますが、さあ、陣形を見ながら向こうサイドにボールを出しました。ここ相手に当たっていて、こういったところは得意なんですよね。結構あのレッドのディフェンスがいいんですか。ダイムが進んでますよね。さあ、再びグリーンがボールを持っています。ノックオンが出ました。スクラムになります。現在5対0、レッドがリードしています。3分を回ったところです。7分半で行われます。3人で組まれますスクラム。ここは押し合いますかね、どうでしょうか。あ、押し合わずにすぐにボールを出しました。せっかくなんで調子当てほしいところですよね。見たい気がしますよね。そうですね、本職なんです。グリーンリーダー20メーターライン付近です。絡んでいく、強い、引っ張られていますが、これパスをしました。このパスが通った、チャンスになるか。今止めました。さあ、このブレイクダウンの攻防ですが、再びグリーンにボール、キックを使ってきました。しかし走る選手、この体力ですよね。さあ、ここは白人ボールの奪い合い、あ、ノックオンが出ました。選手ね、やっぱちょっと疲れはね、もう当然ですよね、走りまくってますからね。そうですよ、結構ね、下向いちゃいますけども、あの、もうと言うても3分、最後の絞り切りで見せてほしいですね。絞り切りですか。今一番疲れる時間帯であるかもしれませんね。そうですね。さあ、両チームの選手に頑張ってほしいところです。現在5対0、レッドチーム1トライリードの展開です。試合と、このいい試合まだまだ分かりませんね。そうですね、特にね、レッド、グリーンはもう1本で、ね、ならないと。ここは相手陣内に入ってきてはいます。女性らしい観点ですね。レフリーの笑顔に目が行きましたか。あとこれ、ノックオンでしょうか。長い手ですね。あ、イエローが出ましたね。さあ、ペナルティをもらいました。レッド、ボールを持っています。チョンゲリからキックを使います。さあ、ボールを取った、グリがボールを取っています。手前にボールを出しました。キックを使う、いいところですね。最後、手前のタッチでした。
ちゃくちゃキックですね。普段ね見れない第一列の選手のキック存分に見れますね。嬉しいですね。でここはラインアウトになります。ヘッドボールのラインアウト。プロップの選手がプロップを抱え込むというような感じですね。パスダミーからうまいパスを見せました。ステップを刻んでいきますがここは捕まっています。ボールを置いた。少しサポート遅れましたかね。さあピンからを攻めていきます。さあ早く出したい。あ、ドルタンノバですね。前にディフェンダーがいませんね。ゆっくりとゆっくりと走っていきます。最後はゆっくりとゴール真下に今トライ決めました。トライなどのゴールを成功です。山本優三郎のトライです。レッド、ここでノーサイドです。レッド中、見事な勝利でしたね。ゴール成功いたしまして、レッド2点追加、12対0になります。ドロップセブンとの魅力、堪能していただけたので、レッドチーム、今、円陣を組んでますね。ラッシュ大阪代表、前田様より優勝しました。チームレッドにレジトロフィーが授与されます。週刊東山さん、前田さんからレジのトロフィーが贈られるようです。そうなんですか、レジのトロフィーですね。あ、笑顔が光ります。10キロですか。まあ、プロプロ選手なんでね、軽々と持ち上げてるかもしれませんね。続きまして、関西ラグビーフットボール協会理事長松原忠俊より副賞として、日本新薬株式会社様提供、ウィンゾーンエナジージェルが授与されます。タレットの選手が出てきました。今大きな声がまた聞こえてきました。ないリズはない。